Үргээрээ сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ дахин уулзч байгаадаа маш их баяртай байна. Watashi wa oboete masu ka? Watashi wa Oihara desu. Minasan to saikai dekite tottemo ureshii desu. Sate, 1年に1人1本だけビデオをリリースすることになったみんなの楽しいモンゴル語講座。今回は日本とモンゴルの違いについてお話ししてます。今回は両国の気候についてお話ししたいと思います。日本は4月を迎え春真っ盛りになりました。桜や木蓮、花見すきなど春の花々が今が真っ盛りとばかりに咲いています。モンゴルはまだ寒い日が続いていますが、それでも6月頃になると草原には牧草が伸びて、7月のナード国民体育祭にはベストシーズンを迎えます。モンゴルの気候は大陸気候で、年間を通じて乾燥しています。夏は平均気温19度前後で過ごしやすいのですが、30度を超える日もある。一方、天気が崩れば急に寒くなることもあります。10月下旬は気温が零下になり、2月から2月はマイナス20度以下になります。モンゴルは大寒波に見舞われ、多くの被害に襲われることがあります。大寒波のことをゾプと言います。マイナス40度に近い大寒波に数十万頭の家畜が餓死や凍死してしまいます。大寒波をモンゴル語でゾッと言い、こう書きます。日本の気候はというと、日本列島は南北に長いため、北は亜寒帯から南は熱帯まで様々な気候区分に属しています。また日本列島には高山々が連なる山脈があるため、冬は日本海側では曇りや雪、また雨の日が多い一方、太平洋側では晴れの日が多くなります。私たちモンゴル人から、日本の気候は湿気が多くて最初の頃は生活しにくいと思いました。日本には梅雨という時期があります。雨が少ないモンゴルでは毎日のように雨が続き、カビが生えるなんて想像もできないことでした。日本は湿気が多くて雨が続く梅雨があります。これをモンゴル語で言うと、やっぱりの地域ではばボロイホルトクボロニウルスペテクと言います。では単語1個ずつ見ていきましょう。日本は日本オルナン、日本オルナン。湿気が多くて、湿気、モンゴル語でチーク、あるいはチークシルと言います。チーク、あるいはチークシル。多くては生きてば、生きてば。雨が続く、雨、モンゴル語でボロ。続くはウルグルチルフと言いますが、ここではボロオルトクと言います。
雨が続く。ボロアルタク、ボロアルタク。梅雨があります。梅雨はボロニウルラル、ボロニウルラル。ありますはベイドク、ベイドク。ではもう一回言います。日本어른チーク、あるいはチークシル。行ってば、ボロオルトク、ボロニウルラスベトク。モンゴルの友達が日本に遊びに来るときは、できれば6月はやめた方がいいかもと勧めています。またモンゴルへ旅行に行くには7月はおすすめです。燃える草原に遊牧民が羊を、その風景がとっても美しく雄大で感激しますよ。モンゴルへ旅行に行くには7月がおすすめです。モンゴルへ旅行に行くには7月がおすすめです。これをモンゴル語で、モンゴル人ろAyllaar явах гэж байгаа бол 7 сарыг санал болгож байна. Монгол орон руу аялахаар явах гэж байгаа бол 7 сарыг санал болгож байна. Монгол орон руу аялахаар явах гэж байгаа бол 7 сарыг санал болгож байна. Монгол орон руу аяллаар явах гэж байгаа бол 7 сарыг санал болгож байна.と言います。私、おいはが送りましたモンゴル語講座、次回も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。ボテレバイルテダラオスサイ。